にちは、ジュピター石田です。今僕はニュージーランドのタウポに来ています。ここはニュージーランドで一番大きな湖がある都市になります。それではタウポ湖の前にいますので行きたいと思います。よし、タウポ湖です。ニュージーランドで一番大きな湖、綺麗だな。奥に見えるのがマウントトンガリロ。いや本当に海外旅行しているとこういったなんでしょうね、鳥肌が立つ景色っていうのが見れる瞬間が、たまらなく、そしてこの瞬間が忘れられなくて、ずっと海外に行ったりとかしてるような気がします。本当にこの瞬間、うわー、空が綺麗だ。いやー、いいっす。やっぱり本当にいいなと思います。いやー、ニュージーランド来てよかったな。他、この続きの動画もぜひ楽しんでください。この後はハミルトン向かいたいと思います。ユーラシア大陸横断編、ヨーロッパ縦断編、ベトナム縦断編、一人旅の持ち物動画などなどです。ぜひご覧ください。見ていただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。53カ国の旅とカレーの動画をたくさんアップしてます。よかったら見てください。ちなみにこれはスリランカのシギリアロックです。